にビってんだよ。なんだかわかんねえぞ。まあまあ、せっかくピースケが説明してるんだし。あとわかんねえもんはわかんねえよ。じゃあ僕がピースケの通訳を。ここ？あはん。マジカルプリンセス、つまりチャチャさんは世界の平和を守るために魔界の扉を封印したのです。シネちゃん、どうでもいいけどさ、画面が見えないぞ。